はい、こんにちは、カパスです。今回ですね、こちらのルアーです。ぶっ飛びレンジキープですね。じゃあ堤防とかね、いろんなとこで攻略できるトゥルーサーディン 125SDR ですね。こちら3個セットで1回だけ2000ちょっと、3000円ぐらいかな。はい、こちらですね、こんな感じで。僕は中国製じゃないですよ。こちらはですね、関西の方のね、ルアーメーカーらしいです。それでね、開けていきたいと思います。はい、ね、はい、こちらこんな感じで3個セット、チャートとカタクチイワシとマイワシです。結構キラキラして、なんとね、こちら台湾のね、セットアッパーと同じような作りらしいんですよ。なのでね、こちらをちょっとね、買いました。まあね、1本開けてみましょうか。カタクチイワシ、なんとね、重さがですね、26g、スローシンキングです。それでね、開けます。結構重い、スリーフックです。いい感じ。はい、それではこんな感じです。目がね、ちょっと鋭い感じのミノーで、こちらもね、重心移動がね、入ってるのかな。なので、飛距離がね、多分出ると思います。メーカーはね、関西のメーカーのアズーロっていうメーカーのルアー名がトゥルーサーディンの 125STR。シンキングのダイビングですね。こんな感じのルアーです。ということで、こちらね、関西のメーカーのアズーロの、ね、トゥルーサーディン 125SDR でした。